商店街に行きましたら、お年寄りの方々が今日頑張ったねって涙流してくださる。自分は頑張ったっていう感じはないのに、なんか頑張ったように見ていただいているようで、そして詐欺師詐欺師と言われて、なんかそんないろんな時がありました。でも全部なんか試されたような、どんなことがあっても人生ニコニコ笑顔で常に本当に笑っていれば解決しますね。本当にそう思いました。私今もう最後ですので、マスコミが絶対に報じてくれないことを言います。小学校にアスベストがあったにもかかわらず、それを埋め戻せと政府は言いました。そしてそれをバレないように主人にを犯人にして、政権はいじめにいじめ抜けました。300日拘留させられました。そしてでも本当の犯人は誰かというと、公明党創価学会国土交通省です。塚本幼稚園も公明党が創価学会が日本の歴史伝統文化を教える学校を潰したいという気持ちがありありと出て、お手紙をいただいたということです。ありがとうございます。やはり優しい言葉をかけてくださるということは、その人たちにも痛みがあり、そしてまた人の痛みが分かるからかけてくださるんだと思うんです。本当にいじめられたら、いじめられた体験をしたものしか気持ちは分からないですよね。こうして本当に年月経て、今こうして一つの目標に向かって、そしてそれをことを成し遂げ、あとは結果を待つ、すべてもうお任せです。神様がお前に使命を与えるよと言ってくださっているんだったら当選するでしょう。だけど当選しないということもまた別の道があるよということで、もうけせらせらで全部憂えることもなく、心配することもなく、ただただありがたい人生やな、幸せな人生やな、ほんまに幸せやなって今思ってます。皆さんこうしてお集まりいただきましてありがとうございました。アメリカ、フランスでカルト集団だと認定されているにもかかわらず、どうして日本の国では与党なんでしょうか。岸田さんがロックに応援に来、昨日は高市早苗さんが塚本駅に来ました。そこで私、なぜだか知りませんが、私の意思ではない何かが動き、そしてそこの前を凱旋通りました。右には高いところから、そこに高橋さんがおられるということは全然知りませんでした。まだお見えになってないんかなということぐらい少なかったです。あ、公明党創価学会は瓦解してるんだな、本当思いました。そして黒のスーツの男女、若い男女、後で聞くと青年部の方で、また大阪の近くの2分ほどのなんとかいうホテルのところに30人ほど泊まってられました。どうしてそこまでごまかして、そして多く見せて桜を置いてまで、どうして公明党創価学会は見せかけばっかりするのでしょうか。お父さんもういいですって、もうほっといてください。
と言いながらですね、お父さんあればこそですね、本当に保護者みたいに怒られますが、まあ、そういうこともいろいろとありながら2人で愛情を込めて来れましたのもおかげさまでございます。主人がいなかったらただのアホです。純子アホですよ本当に。でも主人がいたからこそ今日こうして本当に一つ一つを前向きに前向きに乗り越えてかさこそ今の自分があるんだと思うんで、喧嘩してもどんなことがあっても辛いことあっても逃げないで乗り越えていきましょう。今こうして高石早苗さん、どうしてあなたは奈良の2区から出馬してて公明党を応援しに塚本に来るのかと、本当に私は お目にかかった時には本当に腹の底から申し上げたいぐらいです。自民党は自民党として優秀な候補を出していただかないとこの塚本の地位は持ちません。今日三谷の商店街に行ってまいりました。年取られた方がおっしゃいました。鹿島の駅前に大きなスーパーができたのでこの商店街が錆び出てきたんですって言ってられました。なんで地元に密着したこの商店を公明党創価学会の別動隊である維新の会の橋本徹さんが潰してしまいました。学校教育も潰してしまいました。あれやこれやと押さえつける教育、今一度もう一度熱血先生が生まれるような自由化にしなければいけないなっていうのは私の意見です。いろいろと本当に申し上げることいっぱいあります。だけども私ができることはやはり本音を伝えられる国民の声をそのまま政治に伝えられる政治家になれたらいいなって思ってます。こういう東大には出てません。そんな頭もいいことないでしょう。だけど心で勝負します。そして国会の風を変えたい。国会のですね、風が変わるんじゃないですか。なにわのおばちゃんでもできたらお金がなくても、そして志のある青年たちがまた政治家へと風穴を開けていけるんじゃないかなと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。感謝申し上げます。ありがとうございます。お母さんありがとう。本当にね、ありがとう。すいません、皆さんが本当に沿道で頑張れ頑張れ頑張れって言ってくださるその言葉は安倍潰せですよ。そうやそうやと思う人もう一回そうやそうやと言ってください。もう一度申し上げます。安倍潰したいと思う人、そうやそうや、はい、皆さん応援いただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。11日間、まあ一生懸命初めてのことでしたけども、かなり頑張ってました。声が一度弾けてしまって、もうどうなるんかな思いましたけどもね、また再び良くなってきて、あと2週間頑張れるのかというような感じでした。やはり公明党の方ですか、創価学会の方のいろいろな追跡調査というんですか、後からどんどん、ここにもいますね、そこにもいらっしゃいますよね。もうあのスーツは着た人が必ず監視をしてるんです。そしてツイッターでどこどこに行きますよ言った時も必ずそこにいる。我々あの私たちの籠池純子というこの候補者に対して
いろいろと何というんですかね、悪意を持っているということは確かだと思います。それは2つあります。1つはもう身近な問題で、ご当地の公明党の議員の方をもうそろそろ顔を変えてもらわないかんと、もう新しい方に変わってもらわないかんという思いが一つあって、それを言ってたこと。二つ目、これはもっと大きいことで思いますが、森友事件の水戸の国式年小学院の土地の売り主は国土交通省だということなんです。で、国土交通省の大臣はずっとどこですか、電波障害ですかね、公明党の議員がずっと歴代しているんです。ここ3代から言いますと、石井さん、赤羽さん、そして斉藤さん、この方です。この方がずっと大臣してた、まあ、上にもあるんですよ、ずっと25年間ですからね。そうすると国土交通省という省庁はもう公明党に牛耳られてしまってるということなんです。しかも国土交通省ということはどういうことか分かりますか。国土交通省、国土庁、そして交通省というのかな、それと建設省、そして今尖閣で頑張ってらっしゃるところの海上保安庁、そしてもう一つは気象庁。これってすごく重大な利権なんですよね。その利権を公明党創価学会が握っちゃった。で、他の省庁そうやないかっておっしゃるけど、他の省庁は派閥がある自民党の中でいろんな議員が回ってるから牽制がかけられてるわけですよ。やっぱおかしいんだよね。そのことで森友学園に対してもうアスベストが入っておった土地を売っちゃったと、黙っとからさないかんと。森友学園より前にもう民間企業にも売ったところがある。それが森友学園が言うことによってアスベストが入ってたことを知られると 国家賠償になって大変になる。ここが大きな問題になるんです。もう一つは安倍政権、菅政権につながる、ちょっと前の政権、そこにつながる悪事、いわゆる国民に黙ってた悪事が露呈するからアウトになるわけですね。そのことを私たちは知ってましたから、それは知ってました。当然安倍さんとか安倍昭恵夫人と親しかったんですけど、知ってます。国土交通省の重要な部署というのを分かってます。ですからこの籠池というものをあまり公にしたくなかったということなんですよね。ということはこの頃でも赤木ファイルのことで言われてたけども、籠池さんの籠の字も出てこなかった。その赤木さんの事件で終わらせたかったんですよ。赤木さんの場合で終わってしまったらそれで事件が終わるだろう。ところがやっぱそうもいかんかったんですよね。全国の方々から籠池、籠池、衆議院議員選挙があるからこの中で出馬をして本当の議員になって当事者として真相を究明しろというお話がありました。だからもう4日前に私たちは、出馬する4日前に呼ばれなかったんです。でそこから皆さん方が、供託金のお金をいただいて、やっと前日かな、300万円集まることができました。これは国民の皆さん方が籠池淳子さんに出ろ、絶対出ろということだったんだというふうに思います。どうして籠池淳子さんだったのかというと、私はともかくとして、あの300日間の長い交流、あれはちょっと長いんですよ。今日も商店街にお邪魔したときに、ちょっと寄ってこられてお写真撮影してくださる方いらっしゃいました。実は女性の方、お嬢さんとお母さん、その女性 の娘さんの方が、実は私は弁護士をしてます、弁護士をしてるんですけど、あの200日300日の交流はないことです、あってはならないことです、これは大変なことだと思います。ですから私はこれは弁護士として何としてでも改革をしたいというふうにおっしゃっていただいたのが今日だったんですね。僕はびっくりしました。ああ、普通の普段の服装してますから、バッジもありませんから分かりませんけど、
この私たちが300日間カナエが入れられたあの交流というのは普通ではないんだな、国策逮捕で国策で交流されたんだなということを皆さん方は分かっていただいたということが、僕はその弁護士の先生の話聞いて、あ、分かってくれたなと思ったんです。ここがやっぱり重要なことだと思います。いろんな方々と交流をさせていただきました。この11日間私たち夫婦をもう口を封じさせて、どこかでもういなくなればいいなと思ってる自公連立政権、この中で中心人物はたくさんいます。でもね、それってできないんですよ。私たちが生きてる限り、でも私たちに無理無理命を取ることもできないんです。どうしてか、皆さん方がずっと私たちの周りにもいらっしゃっていただけるから、私たちに応援をいただいてるから、とんでもないことができないような状態になってるんです。そこに籠池私の家内が出馬させていただいて、いろんな方とお話をしていただいた中、やっぱり言ってらっしゃいました、安倍晋三を救命せよ、安倍晋三さん、もっとちょっとあのこのカメラの前の言いにくい言葉でおっしゃってたんで、安倍晋三さんをうんせよというようなことを皆さんがおっしゃるんですよ。皆さん、それをするために入れたよ、みんな期日前1投票も入れたよって言っていただいた。これはやっぱりせないか。いやもう安倍さんの事件だけじゃなくて、自公連立政権がもう賞味期限に来てるということなんです。ここで新しい政権になる、そして新しい議員がご当地から当選する、それのことによって本当のことが明らかになるんですよ。全部顔を変えないと明らかにならない。ただその東下線に籠池淳子さんが小選挙区だけなんですよね。これで無所属ですから、もう党だったら比例でまた出ることができるんですが、この方はここでしかありません。これが今の選挙制度の変なとこですよね。もう一回落選したらもう出ない方がいいんですよ。それが今そうなってる。だから籠池淳子さんは今言ってました、命がけでって言ってました。命の危険あったんですよ。おとついも水かけられました、ずらーっと公職選挙を違反ですよ。でも私はもう言わなかった、もういいってやめときっていうことで言いました。もっとはやはりいろんなところに私たちが行くところに関心がある。そしてこのツイッターというものもこの機会がストップしてしまうんですよ。もう発表というか公表したものが全部消えてしまうんですよ。消えるんですよ、出せない。ああこれ籠池はやはり見張られてるんやなって僕は思いました。でもね、私たちが遊説に回った時にどこの管区とか言いませんけども、おまわりさんがね手を振ってくれるんですよ。僕はおまわりさんは別に何も恨んだこともないし何もないんですが、大阪地検特捜の捜査官に対してはえげつないことをしたなと思ってます。えげつないことをして、あの捜査の資料を今も全く返してくれません。私は今 1,2,3,4,5,6 件ぐらいの裁判を抱えてます。資料はいるんですよ。でもこれが全部終わるまでは返さないんですよね。こういうふうなことを何としてでも悪人にしたいと思うんです。そんな詐欺をするような家内じゃありませんし、私なんかそんなしません。心のなんて優しい人ですからね。皆さん、僕はこの11日間一緒になって戦っていただきました多くの人たちに、本当に学生さん方に、そして小学生の子供さんたちに追いかけられて、そして大物ですよ、追いかけられて、そして嬉しい、本当にいい思いをしました。あ、子供たちが応援してくれてるんだ思ったんだ。これは次の世代次世代のためにも私たちの真実を究明してもらう。それとともに籠池淳子さんにはこの国政の場で本当に出てもらって、当選したら無所属一人でも無所属の会を作って一つの大きな勢力にして、安倍晋三さんをはじめとする自公連立に対峙していけるということなんです。だから皆さん、どうぞ
籠池淳子さんを今の段階では公明党の人たちは勝ったと思ってます。もう勝ったと思う。これをああ下田なと思わせてもらうような状況にしてください。皆さん方の1票は100票なり1000票になるんです。そして議員は何票取ったかによって権力が身につきます。どうぞ皆さんそのことをお願いいたしたいと思います。僕は新聞を初めて昨日見ました。ずっと見てなかった。そこに家内の顔が出てました。ああ出てるわ。やはり今の選挙が終わるまで私たちは公人です。こんにちは。公の人なんですよね。ということはいろいろパトカーも出ていただいて守られてる状態になっています。そこにありがとう。お兄さんもねありがとうございます。そういうふうないろんなことを言っていただく方もいらっしゃるわけですね。でもそれが妨害、選挙妨害なんですよ。今はまだ選挙期間中で時間中です。どこに選挙カーがあってもいいわけです。それを知らない人もいる。選挙妨害がいろいろと出てきます。皆さん私たちの私の家内ですが、皆さん方のアイドルとは言わんな、ジャンヌダルク、ジャンヌダルク、希望の星として、皆さん方の希望の星としてどうぞ当選させてやってください。ヤマンヤマン、大いにお願いします。頑張れ。これをしないと国会は変わらない。変えましょう。このご当地からこの人が変わることによって全国が全て一緒になって変わっていくようになります。もう今おっしゃった、いいこと言った、ジャンヌダルクになるような素養を持ってるチャーミングな女性でありますので、どうぞよろしくお願いいたします。300万円返しましょう。ありがとうございます、はい、もうね、もう見ましたね。ありがたい、本当に全国の方々のありがたい寄付金で出馬させていただくことができたし、いろいろな経験もさせていただきました。いろんな経験、いい経験させていただきましたので、どうぞ皆さん方のために籠池淳子頑張らせていただきます。明日はまだ投票に行かれてない方、どうぞご近所の方誘っていただいて、1票、2票、10票、100票、それが1000票、10万票、ここのご当地は公明党の現金は 前回の時は96,500票、そのうちの公明党の票が45,000票、その他の43,000票が自民党の票というふうになっているようです。ただ今回皆さん方が応援していただくおかげで、どうぞ得票率というんですか、投票率も上がってくるでしょうから、皆さん方の力でこの家内を、この僕の口が言いにくいけど愛くるしい家内をですね、どうぞ支えてやっていただいて、公職に出していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当に楽しい中にも、そして皆さん方の応援が非常に嬉しいなと思った11日間でございました。本当に感謝いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ごめんなさい、メルクさん